こんにちは、テクムセです。今日は、レオン・フェスティンガーさんの認知的不協和の話です。レオン・フェスティンガーさんは、アメリカ合衆国の心理学者ですね。早速ですけど、認知的不協和っていうのは、意思決定の過程や結果による心の葛藤のことなんですね。簡単に言ったら、何かね、決断するときにですね、悩ましいなーって思ったりですね、イラッてすんなーとか、そんな感じなんですよ。 で、そのイライラがですね、どんな時に発生するかというとですね、これね、結構ね、日常茶飯事に発生するんですよ。まずですね、 新しい情報により既存の知識、意見などとの間に一時的な不協和が発生し得るっていうんですよ。なんか新しい情報を知るだけでもですね、不協和って発生するっていうんですね。その次に疑問を挟む余地のない状況は極めて稀であることから、日常的に不協和は存在するんだっていうんですよ。次に不協和は決定に伴うほとんど不可避の結果であるっていうんですよ。 だから人間というのは常に認知的不協和っていうのを発生させてしまうということですね。で、その次ですが、不協和の大きさと量です。二つの要素が相互に不協和であるとき、不協和の大きさはそれらの要素の重要性関数となるっていうんですけど、 例えばですね、朝起きて会社や学校に行くか、それともそのまま寝ているか、このね、二つの決断が迫られますね。そこで不協和が発生するわけですよ。そしてですね、その不協和の大きさは、それらの要素の重要性に関係してるんですね。で、次です。 決定後の不協和の大きさを規定する要因としては、選ばれなかった選択肢の持つ相対的魅力が関係するっていうんですね。もしね、会社や仕事に行った時にですね、寝ていた時の魅力がものすごくでかかったら、不協和はものすごく大きくなるって、もうイライラは大きくなるってことですね。で、その次です。決定後に生じる不協和の大きさには、その決定に含まれている選択肢の認知的重複の程度が関係するっていうんですよ。これはですね、 会社や学校に行ってサボって昼寝すればいいかってなったらさほど不協和は大きくならないっていうことなんですね。で、その次です。不協和の提言です。不協和を減らすにはどうしたらいいんだっていうことなんですけど、まずですね、決定の変更もしくは取り消しです。先ほどの例で言えば会社に行くのをやめる。学校に行くのをやめたら不協和は減ります。 次は、選択肢に関する認識を変える。そうですね。会社に真面目に行って、次のボーナス期待するとか、学校に行って気になってる異性に会うとかですね。そんな感じで、選択肢に関する認識を変えても、不協和は減るよと。で、次です。選択肢の間に認知的重複を確立する。さっきみたいに、眠いんですよね。寝ていたいんだったら、仕事場や学校で寝ればいいとか、その重複をね、いっぱい増やすとね、不協和は減りますよってことですね。 はい、その次です。認知的不協和のまとめです。 まずですね、認知的不協和っていうのは動員として作用するんですよ。動機づけになるってことですね。それによって人間を何かの行動に借り立てる力になるんですよ。そしてですね、不協和が大きいほど不協和を低減させる行為の強さは強くなるんですよ。やりたくないことに対してはですね、それをやらなくて済むように非常にクリエイティブになります。発想もですね、すごく柔軟になってですね、アイデアはですね、次から次へと生まれますね。例えばですね、 会社でですね、上司から何か仕事を振られたとしますね。それがやりたくないわけですよ。そうすると、その仕事が難しいとか、できない理由をどんどこどんどこね、思いつくわけですよ。それとかですね、ダイエットとかしてましてね。でも食べたいわけですよ。そうすると、今日はダイエットを一時中断して、食べてもいい理由をどん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 思いつくって、そんな感じなんですね。でもですね、コーチングはこの認知的不協和の力を逆利用するんですよ。どういうふうに利用するかというと、 自分のゴールと現状との認知的不協和を使うんですね。そして自分がゴールに行くための力をより強力にするっていう感じなんですよ。例えばですね、自分の財布とか銀行の口座にですね、なんでこんなにお金が入ってないんだっておかしいじゃないかっていう感じですか それはですね、冗談じゃなくて本気で思わないとダメですけどね。で、あとですね、なんで俺はこんなとこでこんな仕事してんだと、おかしいって、そんなはずない、俺らしくないって、もっと高こ校うこ,うこういう仕事をしてるはずだーっていう感じですね。これもですね、真剣に、そしてリアルにイメージできないとダメなんですね。例えばですね、まあ社長にしましょうか。社長になってない自分がおかしいと思うんだったら、もちろん社長室がどんなものか知ってないといけないし、デスクがありますね。そして椅子があるじゃないですか。社長が座る椅子 椅子ののの座り心地っっててどんなのかっていうのを実際に知ってないとリアルに想像するの難しいですよねまあそんな感じなんですでその次です不協和をささらに増大させるような状態はでこれ例えばですねソーシャルメディアですけど自分の意見と違うようなところにはねまず見に行かないそういう人たちの意見は聞かないですよで自分と意見の合う人の話しか聞かない もうこれ基本ですね。右翼の人は右翼の話しか聞かないし、左翼は左翼の話しか聞かない。うん、こういうことになるんですね。では次です。強制的承諾です。今まではですね、自分で決断してないでしょそれが今度は、その選択が何らかの強制によって行われる場合があるわけですよ。なんでそんなこと起きるんだというと、まずこれです。承諾しないと罰が与えられる場合。で、もう一つは、 承諾すれば特別な賞が与えられる場合に強制的承諾っていうのが起きるんですよ。でですね、これをですね、ワクチンの強制接種で考えてみましょうか。ワクチンを強制にね、打ちたいわけですよ。それはどういうふうにしたら強制的に打てるかなっていうことですね。それでですね、強制的承諾の懲罰と不協和の関係を表にしてみました。懲罰が大きければ大きいほど不協和っていうのは小さくなるんですよ。 だから、賞罰がでかかったらですね、イライラもちっちゃいってことですね。で、賞罰が小さかったら、イライラはすげえでかいってことなんですよ。そりゃそうですよね。ワクチン1回打ったら100万円あげるとか、ワクチン打たなかったら刑務所に入れるぞとかって言われたら、そんなね、暴力装置に脅されたらですね、さほどイライラもないわけですよ。で、次です。強制承諾に伴う不協和の提言。 じゃあね、強制的にやってんのにどうやったら不協和を減らせるのかっていうとこなんですね。まずこれです。不協和の数を減らすこと。つまりですね、説得し本人の意見を変えさせることなんですよ。ワクチンで言うとですね、やっぱりあの、テレビとか新聞とかそんなのでワクチンを打つっていうことがどれだけ大事なことか、有益なことかっていうのをじゃん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 流すんですね。で、次ですが、 賞罰の重要性を過大視させるってことですね。ワクチンを打つことが自分にとって相当な利益になるとかね。 あと、罰もですね、もう村八分にされるぞ、みたいな感じですかね。で、その次。断られる場合は、賞罰の重要性を過小しさせないといけないんですよ。これはどういうことかというとですね、もう承諾する見込みの全くない場合ですね。これは逆に、賞罰の重要性が小さかったらイライラも小さいんですよ。でも、逆に、賞罰の重要性が大きかったらですね、イライラが大きくなるっていうことなんですね。それでは、強制承諾のまとめなんですが、飴と鞭でですね、 ですね、無理やり承諾させられていると、そのことを分かってるじゃないですか。だからですね、先ほどのワクチンの例で言うとですね、自分がワクチンを打つのはまあ強制されてますよ。だけどですね、他者にですね、進んでですね、ワクチンを打った方がいいよ、みたいな、そういうことは言わないですよね。でもですね、もともとはね、強制しているのにもかかわらず、その物事に対して積極的な協力者にすることもできるんですよ。それはどういうふうにするかというとですね、 懲罰をすごく小さいものにするんですよ。でも強制しようとするんですよ。それをやられるとですね、やられた方はですね、かなりの大きい不協和を感じますね。そうするとですね、その大きい不協和をなんとか解消したくなるんですよ。そうしてですね、自分からその強制は正しいんだっていう答えを無理やり見つけてくるっていうかですね。つまりですね、小さい罰による強制的承諾に成功すると、その間 続いては積極的に協力するっていうことです。で次です。社会的集団と不協和っていうのがあるんですね。 これはですね、認知的不協和の源泉であり、同時に不協和を低減除去する機能も社会的集団が持っているっていうことなんですよ。社会的集団っていうのはまあ他人ですね。他人のことです。社会的集団との不協和の低減。その他人との不協和をどうやったら少なくできるのかっていうことですね。まずこれです。自分の意見を変えて他人の意見に合わせる。当たり前ですね、これ。で、次です。他人の意見を変えさせる。これも当たり前じゃないですか。で、その次。他人を自分と 比較でできるる相手ではないと考えるこれはですね、例えばもう話にならん人がいるとするじゃないですか。そんな人はね、もうバカだと。軽蔑してもう済ませるみたいなですね、合意を諦めるって感じなんですよ。そうするとですね、不協和は減るよって言ってるんですよ。で、この逆も言えるんですね。例えばですね、元プロ野球選手のね、イチローさんです。イチローさんをですね、草野球してる人がですね、嫉妬しますかたしないですね。絶対しないですね。なんで、イチローはね、大リーガーでね、俺はね、草野球ね、 球の選手なんだっておかしいじゃないかと絶対思わないですね。これは自分と比べて一郎さんが凄す,すぎるからですね。自分と比較できない相手なんですよ。だからですね、やっかみとか嫉妬を受けるっていうのはですね、まだまだ差がそんなに開いてないからなんですね。差がものすごくでかくなるとですね、もう嫉妬とかの対象じゃなくなるんですよ。よくですね、周りの人の足を引っ張ろうとする人いるじゃないですか。それにしたってね、手が届くとこにいるからいけないんですよ。自分を他人と比べて イライラするんだったらその対象者より自分の方が明らかに上になればいいんですねでその逆自分のことを誰かが嫉妬してくるんだったらですねその嫉妬させないほどに自分が上に行けばいいっていことですね実力をつければいいっていことですね皆様も認知的不協和の力を使ってですね自分の思うような人生を歩んでいただけたらなと思いますっていうことで本日のレオンフェスティンガーの認知的不協和の話でしたありがとうございましたそれではまた次回でお会いしましょうさようなら